はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。昨日23日の土曜日がですね、実質クリスマスイブだったらしく、渋谷にナウなヤングがどっと繰り出し、夕方の国鉄の構内がですね、身動き取れない状態になったそうで、ツイッターに動画が多数上がっておりました。なんか身動き取れない、みんなじっと立ってるみたいな、流れていかないみたいな、通勤の人は災難でした。巻き込まれた通勤の人は災難でした。ヤングはね、渋谷に行ったからってラッキーハッピーになれるわけじゃないからな、ね、ラッキーハッピーになれる仲間がいないとダメだからなって話で、国籍別外国人犯罪率発表されておりました。これはですね、外国人の捕まった外国人の中での国籍別の割合、日本人は含まない、空き巣強盗など侵入窃盗犯、わざわざ入ってって盗む、中国人 35.7%、 韓国人 22.5%、 ベトナム人 14.9%、 ブラジル人 10.5%、 コロンビア人 10.0%。 コロンビア人なんているんだね。これ全体の数少ねえはずだけど、結構1割、強盗空き巣の1割がコロンビア人、割と犯罪では目立ってますね。中国 35.7%、 3分の1以上が中国人っていうことか。で、5人に1人は韓国人ってことか。ほんとろくでもないね。万引き、ベトナム人 60.5%、 驚きの6割。これ生活苦で盗んじゃうのか、それとも万引きに抵抗がない国民性なのかわかりませんけれども、これは驚きの数字。ベトナム人6割よ、万引きで捕まる外国人。中国人 16.8%、 ブラジル人 4.5%、 韓国人 2.8%、 意外と韓国人少ねえんだな、万引きは。自動車泥棒、スリランカ人 44.8%、 あらー、ルワンダ17.2%、 ブラジル 15.5%、 ウガンダ 5.2%、 中国 2.8%、 韓国 2.6%。 逮捕件数1位ベトナム人、2位中国人、3位韓国人。中国人が不動のトップだったんでしたが、最近ベトナム人が抜いて犯罪者チャンピオンになりました。万引きの6割っていうのがベトナムなのが、件数増やしたのかな。どう考えても空き巣よりは万引きで捕まる方が多いもんね。で、6割がベトナム人。これが逮捕件数チャンピオンになる秘訣か。スリランカ、ルワンダ、ブラジル、ウガンダなんて、あんまし目立ってないような国の自動車泥棒が多いのは、窃盗、盗む係、運ぶ係、改造する係、まあ、エンジンのナンバー、削ったりね、船に乗せてどっかに持ってっちゃうっていう自動車泥棒の分業システム組織が出来上がってんですかね。スリランカ 44%。 全くこいつらね、来てくれともいてくれとも言ってないのに、わざわざ来日して日本人に迷惑かけて、持論ですけど、外国人犯罪で日本人に被害が出た場合は、被害者も外国人だみたいな仲間割れで殴り合ったなんていうのは別として、場合は侵略罪追加で重い刑罰食らわすべきですよ。これ、自分の母ちゃんの財布からくすねるのと、わざわざ他人の家に行って他人の財布からくすねるのは量刑が違って当然でしょ。外国人にいっぱいパーケン買ってもらってる自民党じゃ不可能でしょうけど、量刑重くすべきと思っております。安倍総理が清和会の裏金を禁止したことを、なんと朝日新聞までもが報道。これは雪降っかな、今乾燥してっから降りそうもないですけど、部屋の中25%、湿度 25% ぐらいになっちゃって、加湿器必要なのかな、ちょっと思っております。記事でようやく2021年11月清和会会長に就任した安倍総理、このような方法は問題だ、直ちに直せ、会計責任者を叱責。5月の派閥パーティーでは裏金禁止で実施された。7月に安倍総理死去、22年のね、9月の派閥パーティーでは待ってましたとばかりに裏金復活。世論です、マジかよ最低だな、細田。つまりは安倍派は安倍の言うことを
全く聞かずに悪事を続けてきたとなるが、よろしいか。産経と朝日の記事内容が一致するとか珍しい。誰が裏金復活の号令かけたんだ。安倍さんに従わない安倍派、許せない。安倍さん上げで清和会にとどめさしてるのが草。安倍さんが指摘したのはちゃんと記載しろってことだろう。朝日だけじゃなくて TBS もこれ報道してました。安倍さん叩きは一旦置いといてですね、清和会が邪悪であると、貶める方針転換かな。けど朝日の安倍側読者はそれじゃ満足できないと思うけど、あくまで安倍側で、朝日新聞読者は高齢者が多いんで頭の切り替えが未だにできなくて、未だに安倍側言ってますね。裏金復活の号令かけたのはですね、11月に亡くなった細田議長か派閥実力者の高木か、自分も集まった現金を横領したい事務局か、いずれにしても許せないですけどね。安倍派って自分らで名乗ってんですよこいつら。そっちの方が通りがいいから、安倍さんの意向を無視する清和会にきつい天罰を希望します。きつい罰をちゃんと罪を償ってほしい。英国国営放送 BBC が裏金事件を詳しく全世界に報道してしまいました。記事の要約ですけど、アジアの民主主義をリードする日本の不祥事に有権者はうんざり、冷ややか、投票率や政治への関心が最低レベルにまで落ちている、自民以外の野党は小さく無能で選択肢がない小さく無能、国会議員が裏金を欲するのはですね、地元で自分の手足となる地方議員に活動資金を渡すため、自民党と政界は自浄能力ない、自分では変われない、外圧でしか変われないんだから、もっと叩いてほしいな、全世界報道してほしいな、日本のメディアはもともと無能で、信用できないしね、小さく無能な野党党首、立憲泉健太、公明党は自民党と同じ穴の無人だと見られたくなったら連立離脱したらどうなの。珍しくまともなこと言ってますね。まあ困難は分割せよと言いますから、敵は分断してくれた方がありがたい、分断し核攻撃かっていうのが筋ですからね。世論です、そりゃそうだ。国交大臣のポストを私物化しすぎだよな。民主党もパーケン裏金やってたんだけど、お互い利権のためにくっついてるだけで本当は仲悪いからね。公明党は規制中だから絶対に連立解消しないよ。お、いいね、公明党は立憲にやるよ。もらっても困るよね。公明が連立解消してくれたら改憲動議できるな。公明党は与党にしがみついて離れねえと思いますよ。国交大臣のポストがそれほど公明党にとって重要なものになってる。なんかの利権がゴロゴロあんでしょうね。自民党もそれ見逃して、国交大臣のポストを与え続けている。中共の忠実な犬の公明党は日本の癌です。これは香港支部の活動いつ、停止されっか、ビグビグしてる。中国共産党の顔色伺ってる。で、あわよくば中国本土で布教を許可してもらって何億人も、信者を獲得したいっていう下心ありまして、中共の忠実な犬とかしております。比例票618万票は統一教会なんか相手にならない巨大さです。国交大臣ポストを死守して利権どっさり、なんとか弱ってほしいんですけど、そういえば最近池田対策会長指揮を発表でどれぐらい弱体化すんのかな、思ってます。婦人部はですね、池田先生の御ためにつって必死に選挙の電話かけやつらしいんですけど、個人崇拝の信者はどれぐらいいんのかな、つまり日蓮、信者じゃなくて池田対策信者はどのぐらいいんのかな。池田対策死去正式に発表しましたから、どれぐらいがっかりしてくれるのかな。余談ですけど、私泉健太とも誕生日一緒でした。7月29日、血液型も同じ O 型で一緒でした泉健太と。C 和夫も7月29日生まれ O 型でした。岸田総理、7月29日 AB 型で違ってた。あと7月29日生まれの O 型有名人探したら、ファシズム創始者のムッソリーニがおりました。この人最後無残に吊るされるんだよね。なんか嫌な感じだなって思っております。その他のニュース、日本は世界の恥と言い放った反日韓国人アンミカを広告に起用した最強どん兵衛、新製品なのになぜか全然売れず
全国的にカゴで安売りされてるとツイッターで報告相次ぐ。ネトウヨが騒いでるだけじゃなくて一般人が投稿してんだからさ、ネットはもはや世論そのものってなんで気がつかないんだろう。でもこれ見た他の企業も警戒してですね、反日タレント使わなくなって引っからびていくといいなって思ってます。職務放棄したデニー知事に代わり28日に国の工事承認大執行決定。大執行は史上初。大執行決めるの早いなおいって思ってたんですけど、まあダニ知事がですね容認できない国圧送ぐらいな感じなんでしょうか。これでめでたく法律守らないダニは、史上初のやらかした史上最低政治家の栄誉に輝きましたね。滋賀県草津市、朝5時ごろ巡回中の警察官が自転車の中年男を職質したところ、金槌で頭を殴られる事件発生。所持していた金槌を、これも怪しいんですけど、男は殺人未遂と公務執行妨害で逮捕と。殺人未遂か、5年か10年か、はい、結構もらっちゃいますね。殴られた警官は意識はあるみたいであります。男は黙秘だって。これただもんじゃないね。北朝鮮スパイか不法滞在者ですかね。制服着た警官を攻撃するなんて我が国の治安に対する挑戦だから厳罰を希望します。あとは大阪正明みたいな逃げてる過激派とか、そのぐらいのやつかな、中核派の、逃げてるやつとかね。韓国 SK グループ会長が東大で講演。 SK グループって何やってるとこかは全然わかんないですけど、何やってるとこなんだろうね。何作ってるとこだろうね。日韓で EU みたいな1000兆円経済圏を作りましょう。韓国の GDP と日本の GDP 足すとそのぐらいになるんでしょうか。韓国の GDP って150兆円ぐらいしかなかったんじゃなかったっけ。日本の4分の1ぐらいしかなかったんじゃなかったっけ。忘れましたけれども、いやお前らね、竹島軍事戦略中の敵国企業だから、それに散々ノージャパンとかやらかしといてね、何ほざいてんだって話ですね。経済圏作ったところで、交わした約束や協定必ず破んだから話になんねえべって。それに日本はすでに TPP あるし、EU とも経済協定結んでるし、日米 FTP もあるし、敵国が付け入る隙など全くないですよ。よくまあほざいたもんだなと思って。来年から出回ることになる新紙幣、現金飲み込む機会を買える負担に耐えかねて、パチンコ店倒産ラッシュとなる見込みだそうです。失礼しました。これは朗報ですね。そうでなくてもスマホガチャ普及でバッタバッタ倒産してますからね。泣きっ面に蜂ですね。駅のチャージ機やスーパーやコンビニの無人レジなんかも変えなくちゃいけないんだろうか。大変ですね。まあ今日はこのぐらいのと。万引きで捕まる外国人の6割がベトナム人って、どっかに動画してんじゃねえのベトナム人。おかしいべって。万引きに特化した能力を兼ね備えてんのかな。ちょっと思っちゃいますね。それとも万引きに抵抗がない民族性なのか。不思議だな。空き巣強盗の35% が中国人っていうのはなんかわかりますね。粗暴犯。まあそんな感じでですね、皆様もクリスマスをお楽しみください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。